関塚体制となって2勝3分けと好調の6位ジェフユナイテッド千葉、さらなる上位進出を目指し臨んだアウェーゲーム。ホームで迎え撃つのはここ3試合勝利のない19位ロアッソ熊本。この日が52歳の誕生日、小野監督に勝利をプレゼントできるか。序盤から攻勢に出たのは好調千葉。まずは7分、山中が大塚とのコンビから熊本ゴールに迫ります。熊本の反撃は14分、クラカーのスルーパスに牧。加入後まだゴールのない牧、初ゴールとはなりません。熊本は25分にもヤブのパスから仲間、これはディフェンダーに当たってクロスバーの上。押し込まれる千葉は熊本戦3試合で6ゴールと相性のいいケンペスにボールを集めますが、ジャストミートできず前半はスコアレスで終了。エンドが変わってもペースは熊本。46分、斉藤和樹のパスを澤田が落として仲間がシュート。劣勢が続く千葉は62分、いい形でパスがもらえないケンペス、ドリブルで状況の打開を図ります。流れを変えたい千葉は66分、兵藤と山中を下げ佐藤優斗と森本を投入。すると千葉が徐々に攻勢に。70分、大塚のパスから佐藤優斗がシュート。さらに73分、中村大輔のクロスに森本。途中出場の2人が熊本ゴールに迫りますが、これも得点ならず。千葉がチャンスを逃すと、83分の熊本、斉藤和樹のクロスに倉川。強烈なシュートでしたが、キーパー岡本がゴールを許さず。残り時間わずかとなる中、新加入河野も投入した千葉。すると88分、ケンペスのパスから河野。しかしこれもゴールならず、試合終了。ともに決め手を欠き、結果はスコアレスドロー。関塚体制の無敗は継続となった千葉ですが、これで3試合連続の引き分けとなりました。